レッツゴー。皆さんどうもこんにちは、ワタピーことガルナです。走れマリオダンということで、今回はいよいよ最後6ワールドをね、攻略していこうと思います。で、まあ最初にね、まあこちらの動画見せた時に、この画面説明しなかったんですけれども、ね、このアリシ火の王国を再現したのがこちらのマップになります、ね、大体再現できてるでしょ。で、なんだろう、キノピオをね全部集めてレベルマックスになって、お城がかなり立派な状態になりました。あとね、ピーチ姫も救出したらね、こんな感じになりましたよと。それからね、このケーキですよ。ドーンとすごい音がしますけれども。ね。このケーキもすごいんだ。ね。一応これをね、手に入れるのが最終目標みたいなね、感じになっておりましたので、これでね、ひとまず目的は達成したわけですけれども、まあ、とりあえずここはね、アリシ火の王国を再現した、そんな感じになっております。マリオランやってる人だったら、やっぱりね、みんなアリシ火の王国再現しようと思うんじゃないんでしょうかね。というわけで、今日もやっていきましょう。どうぞ。さあ、というわけでワールド 6-1 ガボンの住処、おかえり、やっていきましょう。おうおう、いきなりそういうことやっちゃう。おかえり。おう、いきなりやるじゃん、ピンクコイン。ほほほ、おお、ほほほ、カモン踏めるんだね。命は投げ捨てるものである。よいしょー。下でいいのかな。バラバラ。よし、オッケー。さあ連続で連続でどんどんやっていくぞ。最後のガボンの地帯を抜けてってこのままゴール。ピンクイモが集まり終わりましたね。さあ、ガボンさんしか出てこないコースではございましたが、いやー、待て、やりなさい。大きくならない方がもしかしていいのでも。6-1のコインは難しかった。上がってく。離れてしまった。そして、一番下で大丈夫かな。 OKOKOK。いいですね。まあって感じですね。さあ、というわけでお遊びの時間はここまでだ。いや、遊んでるんだけどね。さあ、というわけで鬼畜ブラックの時間でございますよ。鬼畜ブラック、じゃあスタートからやり直します。はや、ルル、時が早い、わら、こうだね。よし。え、ちょっと待ってくださいよ。なんだよそれ。ファイトです。
こういうことか。これで2枚目。さあ、上か。ここは大丈夫。ここは、あれだね。下で行こうか。あった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 。あれか。よし、オッケー。あとは死なないように死なないようにって感じですね。結局難しいのは最初の部分だけだったかな。どこかも踏まなくても取れたんだ。わら。割とちょっとゴリ押しなところもありましたけれども、まあでも、うん、そこまで難しくはなかったですね。最初が難しかったかな。ゴリゴリ。さあ続いて6-2、スイッチ仕掛けのお化け屋敷ですね。やっていきましょう。今回はまた謎解きみたいな合うのかな。これで果物でもダゴンの討伐数増えるんだよね。あ、なるほど。さっきのスイッチ仕掛けっていうのがあるから若干これめんどくさかったんだね。今来た。うん、どうぞどうぞ、ゆっくりしてってね。さあピンクコインをゆっくり回収していこう。痛えよ。何すんだよ。なんだあの、あ、なるほど、あのピンクのスイッチを踏むとテレサが死滅する。怖いね、あのスイッチ。というわけで同調ししてって、いてててて、おねやろう。だいたいいやらしいとこにやってくるね。いてててててやけるスイッチ。うん、あのテレサがなかなか強いよ。よし、さあ残り10秒切った。果たして間に合うかどうかですね。これでおそらくクリアだと思うんですけど、さあ7、6、5、4、 OK。 まあ意外と余裕でしたね。さあついでにピンコインも全て集めていく感じでしたね。そして続いてスイッチ仕掛けのお化け屋敷か。ハンゴリ。ハンゴリ。スイッチ仕掛けのお化け屋敷か。ののパチパチパチ。あそこか。最後スターだったんだろうな。わら。オッケーオッケーオッケー。よし、
ようやく揃えることができたので、あいててててて、まずは1枚ちょ待て、あれなんか増えてる。3枚目、あそこが2枚目かな。次はめっちゃテレサおりますよ。違うね。あったね、やっぱり。どれかの量、わら。で、こうだね。よし。ふうで、あとはパッと踏んで印税を稼いで、印税を稼いで、そして最後はこのままゴール。OK。まあ、テレサは多かったけれども、うん、隠すところがそこまでないからね、パープルコインは楽でしたね。さあ、お遊びはここまでだ。お遊びはここまでだ。ブラックコイン。うん、ここはもうどんどんね、やり直していきましょう。まあいいや、ちっちゃくて。あ、そっか、そこやらないといけないか。はいはいはい、なかなかいいです。はい、入れました。続いて、ここ一列残して壁に向けて戻るって手もあるよ。で、あとはこいつを踏んで、よし、これで OK でしょう。よし、集中したぞ。まあ落ち着いて待ちましょうよ。ね、金は命よりも重たいんだ。よし、 OK。なんか、うん、純粋にテクニックを要求されるところが地味に多かったかなっていう気はしますね。お、200枚ぴったり。最後わらわら。不正な印税。不正な印税言うな。わらわら。お、飛空船ですか。投げるな危険。めっちゃスパナ投げてるけど、投げるな危険って言われたら、それはね、絶対投げちゃうよね。まあ。おっと、待って、コインを投げてくれてる。いいね、印税を投げてくれるなんて、そんな優しい人生あったんですね。おっと、スパナも投げてくる。
まって痛い痛い。一旦戻ります。よいしょ。ここは下に行って、そして最後はここはキノコでしょ。さあブンブンさん、決勝戦ということじゃないか。あれ、特にギミックなし、不法侵入だぞということで、ブンブンさんもう怖くないんですよあなた。え、なんでジャンプしてくるの。そんなことしないでくださいよ。よいしょ。ジャンプしやすいから、一種なんか、はい、よいしょ。勝ったな。うん。マリオナンバー1。タッさんだったら、はい、お疲れーって、いつものって出てくるよ。あ、でも今回はあれか。ボスだけど、遠征者はくれないんだね。さあ、というわけで皆様、お待たせいたしました。あ、あのハックンを倒してはいけないってことだね。オッケーオッケー。ここはこう。ここね。ここはどっちだ。待って待って、はい、ここは失礼します。よし、はい、OK です。ハックンは友達。 OK、 はい、というわけであとはブンブンを倒すだけです。あ、そうだ、ここのブンブンさん、そういえば飛ぶんだっけね。不正に慣れてる。不法侵入だぞ。申し訳ないね。勝ったな。いつもの。マリオナンバー1。ドブンディ。さあ、というわけでパッ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 と、ね、まずはパープルコインをコンプリートですね。見てください、ハッコンがもうマックスになってるでしょ。だいぶここでね、稼ぎましたからね。なんだろう、ハックンがジャンプしてるときに行かなきゃいけないのか。よし、届いた。そこも壁キック。こう行って、届いた届いた、大ジャンプだね。壁キックってなんだろう。さあ、というわけであとはブンブンさんだけです。不法侵入だぞ。よし、行こうか。最後終結戦って行こうじゃないか、ブンブン。どうしたどうした、お前の力そんなもんか。イエーイ。ブンブン。マリオナンバー1。パチパチパチ。やったぜ。はい、というわけでオールコンプリートでございます。あー、疲れた。いきましょう、まずはピンクからですね。いきますよ、スタート。ワクワク。さあ、まずはキノコを手に入れて、さあクッパさん、2度目まして、さあデスゲームを始めようじゃないか。あったあったあった。次は次は、あったあったあった、2枚目。あ、ごめん、倒しちゃった。ごめんね、ごめんね。ここか、下か。はいはい。3枚目。あ、ごめん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 。4枚目。5枚倒さないと、
5枚取らないといけない。5枚目 OK。 OK、 5枚取ることができました。倒さないとはいけない。よし、オッケー。一応最速でやってもコイン5枚は手に入るようになってるのかな。マリオナンバーワン。さあ、私こそが一番であると世界一位の男マリオ。あれ、いつの間にまた捕まっていたの。そして欲しいタイミングでなかなか出ないボム兵。さあ、というわけで、接吻が素晴らしいですね。というわけで、ピンクコインコンプリートでございます。やったぜ。はい、パープルです。上でした。さあ、何度も何度も時の砂を使うマリオさん。さあ、だんだん覚え気味になってきたぞ。さてと、さあ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 、まずは1枚シャボン使えばいいのに。あ、そっか、シャボンを使うって手もあったか。これで2枚目。3枚目。あー、ごめん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 。で、最後は、ててどこだっけ。上か。OK、 5枚集まってますので、よし、まずは1発目。落ち着いて落ち着いて、大きいからゆっくりとボム兵を倒してあげればいいのです。そうそう、投げるでしょ。おい、こらそういうことやめろよ。 OK です。さあ、終わったということで、クッパさん終わったマークだったんだね。終わった終わった。2回目やったぜ。終わった。いつの間にかマリオさん大きくなるんだね。はあ、パープルコインこれでゲットでございます。はい、次へ。3人目の姫。オッケー、やっぱり安かったね。途中で、えいて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 て、落ち着いて落ち着いて、まず一発やってしまった。下だったよね。おお、危ない危ない危ない。ここだね。これ引っ掛けでしょ。
これで4枚目。ごめんごめんごめん。あ、ごめんごめん。オッケーオッケー。そうたそうたそうた。待て待て待て。オッケー、来たー。オッケー。はあ、1枚目がなんだかんだ一番難しかったかな、テクニック。終わった。さあ、というわけでウィニングラン、ウィニング終わったでございました。パチ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 。Thank you. パチ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 。Oh, yeah! なんだかんださね、どれもさ、あのすごく難しいってわけじゃないけれどもさ、適度な難易度で、ね、ちょっと1時間、小1時間かかっちゃいましたね。